恋っていうのは必ずその中にセクシャルエネルギー、性的なエッセンスが入っています。年下の旦那が少しやんちゃで社会経験や知識が私より少ないです。他に学歴や会社の知名度などステータス系も私の方が高かったりします。わざとではないですが、時々彼のプライドを刺激するような場面に直面します。私は彼が大好きで尊敬もしてますが、そういう気まずい場面に気づかないふりをしても彼は勝手に劣等感を感じたり自己否定をしたりしています。称賛しても最近聞かなくなりました。私を避けたり急に激高したりするようになりました。どうしたら仲直りできますか？多分ですね、あなたが気づいていないところで多分ちょっと上になっちゃってるんでしょうね。だから多分ですね、彼の社会経験や知名度は私よりも少ないということに関して多分彼よりも気になさってるのはあなたの方ではないかなと思いますね。だからこれを書かれるのだと思います。でどうしてもですね、彼の地雷を踏んじゃうんだと思いますね。だともっと言うのは、多分彼がだいぶ我慢して我慢して爆発するというふうになっちゃってるんじゃないかなと思いますね。多分彼に我慢をさせているということが一番大きなポイントなんじゃないかなというふうに思いますね。あとちょっと待ってくださいよ。よいしょ。2つ3つやりたいと思いますね。おー、いいのがありますね。超若い女性からいただいた愛と恋の違いを教えてください。素晴らしいですね。ちょっと深い話をすると、恋っていうのは必ずその中にセクシャルエネルギー、性的なエッセンスが入っています。で、ある好意大きい女性がですね、ちょっとした事故でですね、まあ、ホルモンの関係を壊してしまいましてですね、全く性的な欲求がなくなっちゃったんですね。その途端ですね、今まで持ってた恋愛感情っていうのは男性に全く湧かなくなっちゃったんです。ところがですね、家族のような人類愛っていうのはなくならなかったんですね。で恋愛感情っていうのはですね、まあ、あなたがちょっと深いレベルではちょっと彼の DNA を残したいわとか、セクシャルエネルギーとか性的な欲求っていうエッセンスが混じっているわけですけれども、愛っていうのはですね、性別というものが全くなくなります。もっと言うならば、自分と人との違いがないっていう一つの状態なんですね。マニアチックな話をするとですね、あなたは今口の中に唾があるでしょ。でこれはあなたの中にあるものに関しては私とも愛しています、一体化されしてますから愛してます。ところがピッて唾をあなたの外に出しますよね。あなたの吐いた唾ですから回収してください。これは抵抗があるのはわかりますよね。ちょっとやだと思うわけです。人間っていうのは自分から分離したものっていうのは全部憎みます。だからそこにはですね、一体化というですね、愛というものは、まあ、一体感というものから作られますね。だから愛というものっていうのは、まあ、最終的には、まあ、神様や仏様とあなたがつながるところまでどん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 いいものであってもね、神様と私は違うからとか、仏様のような人にはなれませんよとか、イエス様とかブッダっていうのは実際の人物、人間だと言われていますけれども、それとは違いますからと分離することで私たちは、まあ、苦しんだりするわけですよね。もう 1,2 個ぐらい何かないかな。どうしたら自分を好きになれますか、教えて平さん。自分をですね、好きになるのはちょっと難しいかもしれませんが、あなたがいろんな人のいいところを見て表現して好きになることをやり始めると、人はあなたのことをオートマチックに好きになっちゃうんですね。そうするとあなたは
私の何も知らないくせにっていう、まあ、エゴが出てくるかもしれませんけれども、でもどれだけあなたが自分を嫌っていても、あなたの周りにいるとてもたくさんの人があなたを好きになってくれると、この綱引きに負けちゃうんですよね。なんか私ってちょっと威圧かもしれないなとか、私ちょっと可愛いのかなとか思っちゃうわけですよね。まあ最近だったらですね、なんかプーさんって俺を真似てるんじゃないのと思うんだけど、私以上に前にプーさんはプーさんであったようですよね。まあそういうようなですね、なんかちょっとまずあなたの周りの人を好き、まあ愛してあげることになれば、どん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 、自分を好きになる。どうして今、どうしても今の私が好きになれません。それは大概ですね、あなたがちょっと愛するっていうことをケチってらっしゃるからですよ。こんな私に愛されても楽しくないんじゃないのと思うと、愛をケチるっていう状況になっちゃいますもんね。はい、皆さん、今日はインフォメーションの時間をちょっといただきますね。いつものこの短いの、じゃあちょっと物足らない、しっかり恋愛心理学を勉強したいとか、私もカウンセラーになってみたいわっていう皆さん、神戸メンタルサービスっていうのは、そもそもカウンセラー養成スクールが母体になっております。臨床経験っていうんですけれどもですね、本を読むだけではなくて、実際のカウンセリング現場というものを我々は皆さんに提供することができます。日本で実は私どもカウンセラーのスクールとしては一番大きなスクールなんですね。もしよろしければ一度神戸メンタルサービスの無料説明会っていうのにお越しいただけませんか。90分、いつもと同じように私がいろんな説明したり喋り倒したりしますから、結構楽しいですよ。しかも無料説明会に来ていただくと、2時間の恋愛心理学講座が1回タダで聞けるチケットとか、3300円払わないといけない入会金が無料になったり、特典がたくさんあります。もしよろしければ一度来てください。よろしくね。